MG 小太郎と A でまさのグリーンズフラッシュフラッシュ今日ちょっと場所間違えたね。これね追いかけっこしてる、何パターンかあって何パターンかってね、まさくんはいつもどのパターンが来るかね、来るか分からない分からないっていうね、変な いらない緊張感がね絶対必要ない緊張感があるんだよね、オープニングで謎の緊張感がね、あの NG ことは差し掛けんですけどね、そうだね、はい、そうだねしみじみ言わなくなるじゃあ大島さん出てて、あ、昨日に引き続いて、はい、マイマイの法則を一緒に書いた、はい、大島圭介さんですね、はいはい、あのまあ、本当に2年間一緒に仕事をして、うんね、もう気持ちよさしかない、なるほど、もう晴れ晴れとあっぱれというような方だと、まさにそういう生き方をされている方ですね、はいはい、でその大島さんが一番最初にびっくりしたのは、はい、そのいい本ができたからって言って喜んでくれて、編集者さんが、はい、あの震える声で電話かかってきたんです、筆跡さんにね、うん、かかってきたんですよ、大島さんが、はい、いい本ができてからだってもう嬉しくて、お礼に1万冊10本入れてくれました、すごいですよね、1万冊1人でですよね、1000万超えるんですよ、ですよね、あの著者買いしても単純計算でも、ね、割引があっても1000万超えるんです、すごいですね、やばいですよね、それは俺も1000万超えるから、はい、その大島さんに、はい、まあその、はい、連絡したの、はい、編集稲川さんがもう震える声でね、はい、1万冊注文を入れてくれたって言って、1万冊ですね、お礼にっていうので、はいはい、それ大丈夫なんですか、本当なんですか、そこまでしていただかなくてもぐらい大丈夫なんですか、はい、大丈夫です、はい、はい、なんとか1000冊売るよりも、はい、1万冊売る方が楽しい、いやー、大島聞こえたんですか、伝説やばいですね、かっこよすぎじゃないですか、1000冊買ったっていうよりもさ、はい、1万冊買ったっていう方がさ、確かに伝説になるじゃん、まあ、伝説にはなりますけどね、だったら1万冊の方が売りやすいっていう、はい、あ、そう思えるから、あ、なるほど、伝説鼻血が出るっていうか、ワクワクする、ワクワクするから、あ、それはマイバイの話ですね、そう、なるほど、スタイルすごいよね、すごすぎですね、にしてもすごすぎですね、で、はい、そのとはいえ大島さんね、はい、1万冊って言ったら、うん、相当在庫のスペース取るから、そうですね、とりあえずフォレスト出版さんに、はい、在庫は、はい、あ、なるほど、預けてね、なるほど、キープしちょっと置いといてください、置いときながら、なるほど、で出版社さんがもう、はい、保管するだけで送料、あの倉庫代がかかるから、あ、そうですね、1万冊で一体何年ぐらいかかってっていうのが心配になってたんだ、倉庫代もかかるわけですね、だって1万冊って言ったら下手したら何年も在庫になっちゃうから、まあ、ありますよね、そしたらね3ヶ月で売り切れ、え、売り切れたんすか、伝説です、大島さん応援したいという人、いや、すげえ、人徳がすごい、そうそうそう、でその大島さんに初めて会った時に、はい、その大島さんの僕は公園に行ったの、はいはい、渋谷の、あ、はい、あのお客さんとして、お客さんとして、はい、で TSUTAYA で、はい、そのTSUTAYAの映像撮影が入ってたの、なるほど、それが入ってる動画の、はい、動画、今日は、はい、司会者の方がね、はいはい、あの今日は TSUTAYAさんも撮影に入ってくれて、はい、今日の公演が TSUTAYA、はい、でレンタルできるようになります、なるほど、たまにありますよね、そういう教材的な、そうそうそう、であって、でその大島さんは、うん、あの後ろで準備してた、はい、俺一番後ろに座ってたから、はい、俺の隣で準備してた、あ、なるほど、うん、控えてるわけです、その時まだ大島さんと親しくなかったんだけど、あ、そうなんですね、あ、大島さんその、ね、準備してるなと思って屈伸してた、はいはい、屈伸してた、あ、まあ、今日準備運動的な、準備運動、気持ちを高める、うん、ウォーミングアップですね、そしたらビリビリビリって桁飛ばしてた、えっと思ったら、大島さんのスーツのお尻がパッカリ割れて自己開示ですね、もう自己開示ですね、広がってバリバリ、スーツのお尻がパッカリ割れて、なるほど、気合が入ったスクワットだったのかな、そうそうそう、なるほど、まあ、出る前ですよ、見ても出る前直前ですよね、これ出る前に、はい、スーツのお尻がパッカリ割れてパンツが見えてるのね、もうあらわですよね、なるほど、俺この人どうすんのかなあ、見えば、またそんなに仲良くないから、壇上出る直前だから出るしかないですもんね、どうすんのかなと思ったら、はい、でもそれでは大島圭介さんの登場ですよってなっちゃったから、はい、なりますよね、そのまま走ってた、あ、はい、後ろから、そのまま走ってって、はい、登場前に屈伸してたらお尻がパッカーンと割れちゃいました、もうベタみたいな、早速もう弱みをさらけ出して、もうかもう あっためたんですね、もう会場を、スタヤさんとしてはレンタル NG あ、お蔵入りになっちゃった、お蔵入りになっちゃった、またかの
それは悲しい。まさか憧れだったんですか。本当にあ、そうなんですね。それがなければもうその時に伝説ですね。なんて可愛い人だ。なるほどね。あ、一番最初のまだね、母性本能くすぐられてる。男気あって母性本能くすぐって。なるほど。大島さん、男気がある上に母性本能くすぐってくるから、可愛さもキュートさもそうなってるんですね。あ、もう危険な男ですね。なるほどね。全人類がもう素晴らしいですね。あのね、はい、あの坂本龍馬って、はいはい、幕末でね、はい、ちょっと急に話変わるけど変わってないんだけど、変わってないです、ね、繋がってくるよね。繋がってくる、ちゃんと繋がってくるよ。坂本龍馬が、はい、あの高杉晋作と仲良くて、はい、高杉晋作が上海行った時に、はい、拳銃を買ってくるの、はいはいはい、龍馬の分。なるほど、はい、で龍馬に渡す時に、はい、かっこいいセリフを言ってて、今のこのね、はい、世界に死んではいけない男は二人いる、はい、それが君と僕だって言って龍馬に拳銃を渡して、かっこいいですね。その拳銃で確かに龍馬は寺田屋で囲まれた時に命からから逃げてるの、ね、確かにそうですね。まさに命を使った、それで助けられたの。なるほど、歴史は変わるし、まさに、はい、その革命のツートップの、なるほど、龍馬と新作ね。そうですね。今のね、日本でね、死んではいけない男が2人いる、君と僕は。かっこいいですね。で拳銃渡す、かっこいいですね。で今の日本もね、はいはい、2人いるわけ。2人いるんですか。2人いるんですか。2人いるわけ。気になります。気になります。大島圭介と書いて翡翠小太郎と読む。お、あ、1人じゃん。読まないし、1人じゃん。今、まあ、大島さんとね、大島さんと翡翠が今、今ちょっと戦いが受け止められなかったんですか。もしかしたら大島さんなんかすごいね、話が全然っぽかったから、今ちょっと謙虚な気持ちが出たんですけど、ちょっと今ね、はい、言っていいかなって。もっとも、はい、期待されてる、日本に期待されてる男が大島圭介と翡翠小太郎。お、2人ですね。君と僕だってこと。いわゆる大島さん2人いたらね、素晴らしいですね。でもこの2人がこけた場合の保険もすでに打ってある、はい、あ、準備万端じゃないですか。それがグリーンです。お、え、そうなの。保険にかぶってますか。いいんですか。保険かぶってますから、かぶってますけど、いいんですか。保険がなんかややこしい話になりますけど、保険薄っぺらいですね。保険がなんか、保険弱々しくないですかね。保険弱々しくないですか。大島さんの話聞いた後とグリーンズなんか弱々しく感じますけど、まあでも保険としてじゃあ、まあじゃあ控えておきますね。頑張っていきましょうね。というわけで、はい、はい、というわけで、藤井小太郎とエール正野、笑う角にはグリーンズ、ありがとうございました。はい、翡翠楼最後の、翡翠楼最後の収録でした。ありがとうございます。翡翠楼ありがとうございました。皆さんもありがとうございます。翡翠楼ありがとうございます。